Thank you.
ート。見つくのは何劣等感、それとも不調和な日々に芽生えた違和感、空虚な空気がつけばほらうつむいて、一人ぼっちになってたいつかの帰り道、特別なことではないさ、それぞれ悲しみを抱えてんだよ、自分次第で日々を振り返っていける、誰の心の中にも弱虫は存在していて、そういつとどう向き合うかにいつもかかってんだ、そうやって痛みや優しさを知ってゆくんだよ、間違いなんてきっと何一つないんだよ、誰のせいでもないさ、人はみんな鏡だから、勇気を出して途中で、いくつもの分岐点に僕らは出会うだろう、だけどもう振り返らなくていいんだよ、君だけの道その足で歩いて行くんだよ、遠回りしたっていいさ、時にはつまずくこともあるさ、でも答えはいつも
かかる虹の橋。